詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししているチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ比較的、天気のいい日が続くかなというところなんですけれども、いやーやはり寒暖差が激しくてですね、僕も奥さんもちょっと疲れ気味ですね。というよりはもう明日から引っ越し映画の第一弾がちょっと始まって、で、来週にはもう業者さんが来てドタバタとやるというところなんですけれども、まあ夫婦で共働きしながら、で、帰ってきてもですね、もう日常を回すだけで精一杯で、もう、家の片付けなんて ほとんどできないみたいな感じなんですね。まあ、段ボールごと持っていくみたいな感じにはなるとは思うんですけれども、いやー、いかんせん。もう頭の中引っ越し引っ越しで、で、やはり精神上も良くなくてですね、疲れているなというところなんですけれども、僕の娘、うちの娘はですね、もう元気ですね。ちょっと熱出たかなと昨日思ったんですけど、相変わらず、なんか元気で、キャッ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 していて、だんだん本当に力が強くてですね、握力もなかなか引き剥がすことはできない感じです。もう立ちそうで立たない。でも片手で絵本を3冊4冊ぐらいもう持ってニコニコして笑ってる感じなんですけど、今日はこんな感じで、まあ、引き続き頑張っております。では、今日の、本題なんですけれども、これは昨日の、メンバーシップ限定の YouTube 詩吟教室の方ですね、そこでお話しさせていただいた、まあ、具体的にアドバイスさせていただいた内容を、まあ、抽出した形にはなるんですけれども、今日のテーマはこちらですね。高ぶる気持ちを吟で表現するための4つのポイントということでお話ししたいと思います。まあ例えばですね、もうむしゃくしゃして、もっとすっきりしたい、なんかいろいろ大変だったけれども、銀の方で思いっきり出したいとかですね、それかまあこの監視がだいぶ激しいものだから、それはもっともっと、思いっきり表現してやりたいとか、こういうふうなこの高ぶった荒々しい気持ちを、これを銀にぶつけたくなるときは結構あるんじゃないかなと思います。まあ僕が若いからなのかもしれないんですけれども、まあそういう戦物の銀とかですね、そういうものを銀じるときは基本的にそういう考えでやってました。で、それにプライベートなことも被さるとですね、もっともっと荒々しく、やりがちだったんですけれども、大抵ですね、そういう時の銀というのは失敗します、すごく空回りして浅いような感じになってしまうんですね。あとまだその表現力として、抑えるところが抑えられていないから、いやこの人すごくこの銀が好きなんだろうなと思うけれども、気持ち先行型でですね、なかなかその激しさというものが伝わらず浅い感じになってしまうという、そういう銀も結構見たことがあります。まあ男性が多いですね。で、拳を力強く握って、肩も腕もプルプルさせて、で、そういう状態だから胸式呼吸になって、なんか重々しい荒々しい感じが逆に薄れてしまっている、そんな銀があるかと思いますので、今日はまあそういう風に銀じてしまう方、もしくは荒々しいのをもっとうまく表現したい方のためのお話になります。では、まあ、4つポイントあるので、まあ、順番にお話ししていきたいと思います。まず、1つ目ですね。1つ目は、これ、気持ち的な話になるんですけれども、銀は冷静に、そして、心は熱くということですね。まあ、大抵思いっきりやるんだというふうになると、もう、顔からしてですね、体からしてもうそういうのがほとばしっていて、これからもうやるぜみたいな感じに、なってしまう方がいるんですけれども、冷静と情熱の間、僕映画別に見たことないんですけれども、まあそんな感じですね、頭は、体の中はどれだけ気持ちが高ぶっていてもいいんですよね。もうグツグツと煮込んでいていいんですけれども、それを表に出す、銀として出すときはですね、それは極力冷静を務める方がいいんです。これは本当に、もう、ありのままをすべてさらけ出そうとは思わない方が良いという、これがまあ一つ目の簡単なポイントになります。そして二つ目からちょっと具体的な話に行くんですけれども、二つ目は、ですね、どれにしようかな。二つ目は、
言葉にブレーキをかける、あえてブレーキをかけるんですね。言葉にあえてブレーキをかけるということです。その強く吟じようとするとですね、言葉が速くなるんですよ。分声粛々と、こういうふうにまあ普通に吟じるんですけれども、これはもっともっと激しくやろうとするとですね、分声粛々と、こんな感じに、まあ、激しくなりがちなんですけれども、そうではないんですね。気持ちが高ぶった時こそ、気持ちが、言葉が走りやすい時こそ、もう荒ぶる馬を制するかのようにですね、堂々と、本当にあえてブレーキをかけてあげるんです。これは早く出そうとしてブレーキをかけるのと、最初からまったりとやるのとでは、やっぱり意味が違うんですね。最終的な速度が同じだとしても伝わるものが違うんです。だから高ぶっている気持ちがある人こそですね、これはブレーキをかけることで、その強さが伝わります。ブレーキをかけて、あえてその均等さをですね、言葉運びを意識するということです。なので、今のやつであればですね、分声シュクシュクと、こんな感じになります。もう前に前に出たくて仕方がないけれども、あえてブレーキをかける、あえてこの均等な、まあ、言葉運びをキープするという、これですね。手綱をひたすらに必死に手綱を取るという状態、これはものすごくこの荒ぶる気持ちを吟に、表現できるかなと思います。そして二つ目というか、まあもう三つ目になるのかな。三つ目はですね、言葉の一音一音をぶつけていくということですね。先ほどの手綱を握ると連動してくるんですけれども、もう手綱を握るとゆっくり、そのブレーキをかけるとですね、ちゃんと一音一音が明確に出しやすくなります。で、この一音一音をですね、自分の口元にただ抑え込むんではもったいないんですよ。この一音一音をちゃんと粒立たせて前に前にぶつけていくんですね。まあ置きに行くというよりはぶつけていった方が良いのかなと思います。どうするかな。これを、ぶつけないで、いると分声と、ちょっと迫力にかけたような感じになるんですけども、これを一音一音ぶつけていくんですね。分声シュクシュク、このちゃんと一音、これを言っている、これをぶつける前に飛ばすということですね。ちゃんと、力強さは声を前に出さないと決して伝わらないんですよ。まあもっと上手くいったらもっと高等技術で伝えることはできるんですけども、基本的には強さはこの前の指向性になってきますので、それをですね、伝えていくと。ただこれをですね、分声とドカーンとまとめて伝えていくというよりは、一音一音ブレーキをかけながらもそれをしっかりと伝え込んでいった方が、より一層強さがですね伝わるかと思います。そして、4つ目になりますけれども、4つ目はですね、四分は均等に、節調は荒々しくということです。四分は均等に、節調は荒々しく。ブレーキの話ともちろん連動するんですけれども、もう、やはり言葉、まあ、詩吟そのものはですね、そもそも、詩があって吟ずるなんですよ。詩文を伝えて、その表現を吟で行うというふうに、まあ、言い換えても別にそんな間違いじゃないかなと思っていますし、僕も習ってきたんですけれども、その詩文のところで表現しようとしないんですね。できれば吟の方でやった方が良いんですよ。なので今回この荒々しい気持ちも同様でですね、詩文はどれだけ気持ちが荒ぶっていても均等になるように手綱を握って、ただ、ぶつけることはぶつけていくと。で、その後の節調ですね。節調の方で、激しく緩急も強弱も組み入れて、ギュアンギュアンと、やってくれればいいんですよね。ギュンギュンと動かして、ブワーッと動かしたり、上げたりしてね、そういう風にやってくれればいいのかなと思います。その方がですね、一層詩吟としての体裁もできますし、かつ荒々しい感じにもなるという感じです。そうだな。
そう、夜川をのところでやろうとすると、まず夜川を、ここは均等なんですね。夜川をこんな感じになります。まあ、だいぶ荒々しくやってますけれども、詩文は本当に、どれだけ気持ちが高ぶろうが、むしろ高ぶったからこそブレーキをかけて、で、その分エネルギーがですね、どん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 溜まっていくんですよ。で、その溜まった分は節調の方で、やります。で、うまいことにですね、この詩文の方で、ブレーキをかけていくと、多分力強さもですね、お腹の下の方に溜まっていくんじゃなかろうかなと僕は感じています。そうすると節調の方でですね、いい感じにこのお腹を使ったいい表現方法がさらに荒々しくですね、できるという、まあ一石二鳥みたいな感じになるのかなとも思うんですけれども、そうこんな感じで。ですね、ちゃんと詩文と吟を分ける、節調を分けるというのが大事になってきます。まあ大体こんなところですかね。なので今日4つお話ししました。この荒々しい気持ちを吟に、このうまく表現するための方法として、まず1つ目はこの冷静と情熱の間のお話ですね。頭は、吟は冷静に、で、気持ちはもうグツグツという状態です。2つ目は、もう、走らずに、とにかくブレーキを、あえてブレーキをかけるということ。で、三つ目は、一音一音をぶつける。やはり前に、一つ一つ、出し続けると、飛ばし続けるということ。そして四つ目が、詩文と節調。詩文は淡々と。で、節調の方で荒々しくということでした。まあ、これ結構、今日は、難しい話ですね。最初に言ってなかったんですけれども、絶対難しい話です。お腹も、まあ、使わざるを得ないですし、とはいえですね、これを意識しているかどうかによって、この気持ちを吟にどれだけ乗せられるかというのが大きく変わってきます。こっちの方がですね、多分もっと深く、気持ちを乗せることができて、相手の心も動かしやすくなるかなと思います。なので、ぜひぜひ、やってみてください。難しいよという方はですね、またどうできなかったのかを、またコメントなどでいただければ、回答していきたいと思います。よし、ではちょっとたまには宣伝しようかな。今月はなんか売り上げがいつもより低めで、僕も若干テンション低いんですけども、4月に出版しております、詩吟の教科書初心者編という私の電子書籍ですね。詩吟に関してこんなわかりやすく、書いた本っていうのはなかなかないんじゃないかなと思うんですけど、わかりやすさプラス、ちゃんと僕の経験もしっかりともう載せていてですね、吟を始めたばかりの方から5年、10年ぐらいの方まで、しっかりと役立つ情報を整理して順番に並べております。吟はどういう構成など、構成でできているのか、そして、どういう順番で並んでいったらいいのか、で、それぞれのコツは何なのか、そして吟道っていうのは何なんだっけみたいなところまでちょっと踏み込んだような内容になっております。現在今、オーディオブック化も進めているんですけれども、まあ読みながらですね、我ながらちゃんと書いてるなって思っている内容なので、興味のある方はこの動画の概要欄の方にですね、購入先のリンク貼っておりますので、よかったらそちらから購入してみてください。Kindle Unlimited に入っている方は確か読み放題に入っておりますので、まあそちらからでも、お待ちしております。よし、ではあと、いや今日はちょっと体力なさげなんですけれども。でも今日はなんか力強さって言ったんですね。僕もこれやらないとあかんかなというか、定期的にこれはやりたくなるので、こちら吟じたいと思います。さっさともふささく、吉地峠の戦いですね。過去に僕も何度もやってるんですけど。西南の駅の時に激戦区になった、2箇所あるんですけど、そのうちの1つになります。まあ、ものすごく激しい、本当に激しい調子ですね。立志よりもさらに長い詩文になっております。では、詩文読んでいきますね。君水や吉地の剣は城よりも剣なり、突骨空を増して道走行、煙は込む高瀬可変の水、風は巻く三の竹北条の旗、一朝敬意を伝えて笑って相待てば、たちまち聞く千軍万馬の声、荘園雲となり玉雨となる、宗師の一名孔孟よりもかろし、突貫の声は巨峰にわちして響き、山は叫び、谷は吠え、乾坤とどろく。宝星たゆるところ、小星静かなり、一輪の光月、陣営を照らす。
ではどういった内容かですね。君は知っているだろうか。吉地峠の峻険さは城壁を登るよりも困難だということ。崖は切り立ち、道は険しい。高瀬川から登る霧に視界も定かではなく、三の岳の峰の風が旗差し物を吹き上げる。ひとたび敵襲が伝わり、笑って相対すれば、たちまち千軍万馬の敵が押し寄せてくる。硝煙は雲のように立ち、銃弾は雨のように降り注ぐ。勇壮な兵士の生命は鳥の羽よりも軽い。敵陣に突入の時の声が砲声とともに山に叫び、谷に吠え、天地を轟かせて響く。やがて砲声が絶え、松の梢を渡る風音も静寂な中を、一輪の高校たる月が陣営を照らし出すのである。いや、これ本当に好きな詩文なんですけれど、先生がですね、もう僕を早々に育て上げたかったのか、僕がまだ3段とか4段の時に、この8段で習うこの詩文をですね、早々に習わせてきたという、全然吟じきれないし、力強いけれど、力強さを全然表現できないし、ということで、向きになって必死に練習していた詩文になってます。まあ本当に、今日自分で話しながら自戒を込めてこれ吟じないといけないんですね。言葉は多いし、力強いし、荒々しいし、だからこそブレーキをかけるんですよ。ということですね。ではちょっと長いんですけれども、僕も頑張って吟じたいと思います。吉地峠の戦い、さつさともっさ。君水や吉地の剣は城よりも剣なり、突骨空を増して道煙は混む高瀬可変の水、風は巻く三の竹北条の旗、一丁剣を伝えて笑って、たちまち聞く千軍万馬の声、硝煙となり、たま雨となる、宗師の一命、このよりも楽しい。突貫の声は巨峰に増して
友を叫び、谷を吠え、乾坤とどろく、宝星耐えるところ、小星静かなり、一輪の光月人類を照らす。疲れた。ああ、疲れた。いかがでしたでしょうか。我ながら結構、ちゃんと頑張れたんじゃないかなと思うんですけれども。いや、本当に吟じていて、今日話した内容の難しさがよくわかりますね。このブレーキをかけるというのを、めちゃくちゃに意識しました。その分、設置で、やるというとこ。まあ、あと、そのおかげで、結構お腹が使いやすくなってですね、この、気づいた方いたら嬉しいんですけど、山は叫び、谷は吠え、健康とどろく。このあたりはですね、もうクライマックスなんですよ。もうめちゃくちゃに全力で行って、その後に一気に、もうシーンが切り替わるんですね。宝星頼るところ。もうこのあたりはですね、僕はもう、戦国物の詩ではなくて、なんか李白が月を歌うかのような、そういう気持ちにもう、バッとガラッと切り替わって、そういうような感じで、吟じ分けてみました。ただそれでやるとまあ別の詩文になってしまうので、一輪の光月からですね、まあ月がこの光月のところからまたこの前半のこの凄まじい気持ちをまた思い出させるような感じにしてみたところですね。いやーでも、我ながら。今日いいこと話した。ちゃんと詩文にいつも以上に入り込めたんじゃなかろうかなというところです。ただ本当に難しいのはですね、気持ちとやると、本当にどんどん単調にですね、バッバッバッと唾を飛ばし続けるみたいな感じになりがちなんで、ちょっとそこが前半あったかなと、そこをもう少しうまくやるにはどうしたらいいのかなっていうのは、ちょっと今日の反省点ではありますが、まあ今日はまあよく頑張ったでしょう。キムシギンを僕もしっかりと楽しむことができました。ちょっといろいろ疲れていたけれども、だいぶスッキリした感じはしますね。では、今日はこんな感じですかね。はい、電子書籍やっておりますというのと、あとは YouTube の詩吟教室というものも、いつでも入れるようになっております。月額990円でですね。で、まあ他の方の銀のアドバイスもこのような動画の形で、しっかりポイントとかもしっかり文章で見れるような形になっていて、他の人のも聞けるということになっております。で、さらに銀歴のもですね、本当に銀始めてまだ1年経ってませんという方も数人いらっしゃいますし、もう銀歴20年ですという方もいらっしゃいますし、で、年代も30代、40代、50代、60代、70代で男女比も大体半々ぐらいですかね、にいい感じに分かれているので、やっぱり、同じような方の、レベルの銀を聞くのはとても勉強になるのかなと思います。もう銀動画もですね、気がつけば50本、溜まりましたんで、その50本分の動画も見ると。別に私にもうアドバイスお願いしてもいいですし、月に1回ぐらいのペースで、いけるかなとも思いますけれども、他の方のひたすら聞いていてもいいです。それも含めればこの YouTube 配信も基本的に平日毎日、やっておりますので、まあ、一日いくら分なんだろうな。990円で20本聞けるから、あれぐらいですね。50円ぐらいかな。違ってたの。という感じですね。50円、なんな感じになります。なので、
この YouTube の詩吟教室メンバーシップの方に入ってくれる方もとてもお待ちしております。入り方についてもこの概要欄の方でですね、なんか説明してありますんで、そちらを見てみてください。わからなければ、私にメールを送るなり、コメントを送るなりしていただければと思います。よし。では今日は金曜日。次は、また来週になれるかなと思いますけれども、引っ越しを第一弾終わって頑張りたいと思います。では、詩吟を楽しく、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。